初めて使う絵の具セットで自分色のシャツを描きましょう。画用紙1枚で2人分です。半分に折ったら片方をもう半分に折ります。そしてその折り目のところで切っておきます。大きい方を半分に切ったらこれが1人分です。この折り目を後で使うので必ず入れておいてください。右側のシャツを作ってみましょう。はみ出してもいいように下にいらない紙を敷いて、緑色のクレヨンでしっかりと縦に筋を描いていきます。幅は多少変わっても構わないので、上下にはみ出すようにしっかりと描きましょう。さあ、いよいよ絵の具を使います。初めて使う時には使いたい色だけを大きな部屋に少しだけ出します。水っぽくなっている場合は少し振ってから多めに出してください。水をつけた筆で絵の具がサラサラになるように伸ばしましょう。これをクレヨンで描いた線と線の間に一つ飛ばしに塗っていきます。絵の具が足りなくなったらまた少し出して水で伸ばして塗っていきます。塗りにくい時は上下逆さまにして塗っても構いません。色を変えるときは筆をしっかり洗いましょう。先ほど飛ばしたところを塗っていきます。塗り終わったらしっかり乾かします。乾いたら折り目の部分をしっかり折ってここで切り取ります。切り取った部分を半分に折ります。これが袖になります。洋服の本体、身頃になる部分の上下を決めたら、袖の部分を当てて真ん中に線を引きます。線の長さは袖の長さの半分より少し長いくらいがいいでしょう。線を引いたところに切り目を入れて表に折り返したら襟の出来上がりです。次に袖を半分に切って貼る位置を決めます。身ごろを裏返して肩から脇のところまで糊をつけます。肩のところがぴったり合うように袖を貼り付ければシャツの出来上がりです。今度は左側のシャツを作ってみましょう。クレヨンは赤とオレンジと白を使います。白は赤とオレンジの真ん中に引いていきました。クレヨンを3色使ったので絵の具は黄色1色で塗りました。これもよく乾かしてから袖を切り取り、襟を作って袖を貼り付けて出来上がりです。右側はクレヨン1色に絵の具2色、左側はクレヨン3色に絵の具1色を使っています。初めて絵の具を使う場合はチューブから出したままの綺麗な色を使うといいでしょう。片付けるときにはよく洗った筆で絵の具を伸ばし、ティッシュペーパーで拭き取ると綺麗になります。あとは水道で水入れと筆を軽く洗い乾かしておきましょう。こうすると洗い場が混雑しません。絵の具をたくさん出しすぎて残ってしまった場合はなかなか落ちません。いらない画用紙を用意しておいて、そこに模様を描いたり色を塗ったりするといいでしょう。後で工作に使うことができます。絵の具があらかたなくなってからティッシュペーパーで拭き取るときれいになります。絵の具セットの使い方を少しずつ覚えながら楽しい作品をいっぱい作ってください。